中野劇団です。中野劇団、次の5月、2週目に、大阪のヘップホールで、4週目に東京の駒場油劇場で、10分間2019タイムリープが止まらないを上演いたします。これ今回で、4回目の、上演になります。中野劇団の代表作ともいえる作品です。で、話なんですけども、10分間というタイトルの通り、同じ10分間をひたすら何回も繰り返す、その繰り返しから抜け出せないという、シチュエーションコメディになっております。ドタバタであったり、緻密な伏線を張っているような、笑いもありますので、またご覧いただければありがたいです。よろしくお願いします。お願いします。